にちは、りょうです。今日はここに壁紙ば貼っていこうと思うようです。で、ここがどがんとこかで言うと、玄関入ってすぐのとこですね。ちっちゃい簡易バッテンがこの L 字の部分、ここに乗り付きの壁紙は貼っていこうと思うようです。次、まず最初にこの辺の邪魔なものは外していこうと思うようです。とりあえずここにあった1個は外して、この照明、これは今から外していきます。外したら次に寸法ば測っていくですね。最初はハサミで、ざっくり切っていく感じですね。次、壁紙もざっと今切ってきた件ですね。今から貼っていくとですけど、その前に小石取った方が良かったなってちょっと思ったとが、もともとこの貼ってあった壁紙、この角の部分にちょっとたるみっていうかたわみ、一枚物で貼ってある場合、どうしてもこの角の部分がこう経年劣化でね、ちょっとこう浮いてきてる感じのある件ですよ。ちょっとカッターで切り込み刃入れて、それで簡単に押さえてからちょっと貼っていこうかなと思うようです。それと、こういう部分の、切り込みはちょっと簡単に場所は作ってから貼っていこうかなと思うんです。裏のフィルムを剥がした後はこんな風に波状に折っていきました。で、それから壁の方に持っていって貼るっていう。ただこれは、壁紙自体ね、貼るとが初めてで、狭かところは難しかったですね。ここば乗り越えたら広いところは多少簡単に貼れるかなって感じました。途中途中ね、もう心が何回も折れて、何回もね、剥がそうかなって、もうやめようかなって思ったですね。そんくらいちょっと難しかったですね。1回目やっけんね、そんな1回目からできることはなかったですけど、
難しかったですね。で、これ、買った、今、一発目入れるところですけど、あと、これであとちょこっとで終わるっていう、感情にはなりきらんで、まだまだここからも何回も、やっぱりやめようかな、剥がそうかなって何回も思いましたね。とりあえずね、とりあえずのレベルで一応貼り終わった後ですけど、まあ、パッと見ね、まあ綺麗に貼っと感じには見えたですけど、かなり失敗したです。で、こんな風に糊のはみ出とですもんね。そういえば、固くちょっと絞った雑巾で拭く感じでしていけば、ああ、取れていくです。そういう件が、貼るときに糊が乾く件がって言って、急いでする必要もなかですね。で、どの辺が失敗したかって言ったら、これどうしても角。こんな風に破けとですもんね。ただ、まあ、例えば上やったら、上も破けたとですけど、ちょっと切れ端はペタって貼る感じで。で、ここも切れ端。で、ここに関しては、実はちょっと失敗して切ってしまったとバッテンが、まあ、押さえつければ、そんなわからんかなと。近くで見たらね、わかるとですけど、最後は、元に戻して、いくだけですね。で、こういう、もともと、取り付けてあった場所は、切り込みを入れて、こんな感じでやっていきます。はい、これで全て完了です。こんな感じです。今簡単に、壁紙ば貼ってきた。今から次、ま、貼っていくっていうとですけど、